こんばんは、小石くにゆきです、えー。今日もしこたま飲みました。えー、寝落ちそうでしたけど、ビジネス書評1一本あげたいと思います。今日ご紹介する本は、えー、成功本で有名な水野俊也さんが結構前ですけども書かれた、あ成功本50冊勝ち抜け案内という、えー、本です。えー 何かというと成功本50冊の書評をまとめた本ですね。えー、まあ著名な本からああこんな本あったんだっていう本まであの50冊紹介されてます。えー、まあ時間のない中であのこういいとこ取りいの本になってます。えー、まあ凝縮して、えー、書,評書評というか 内容を書かれてる本ですね、えー、例えばどんな本があるか、えー、どんな本の紹介があるかっていうとえっ、ー、とっとっとっと,とはいえー、有名なところでは「えー、金持ち父さん、えー、貧乏父さんユダヤ人大富豪の教え」 まあ人を動かすビジョナリーピープル思考は現実化するとかえ夢を叶えるぞとか7つの習慣とかまあベタといえばベタなんですけど意外に全部読んだかって言ったらえ読まれてないところもあると思います、え。ー サイバーエージェント藤田さんの渋谷で働く社長の告白とか三木谷さんがあーこれ有名でしたね成功のコンセプトとかえー、リクルート江副さんのリクルートの DNA とかえー、あとは ええええええ、まあ投資家のジム・ルジャースの本とかまあまあそういったのがああ書かれてます。はい。えー、まああので成功お本なのでそれらのエッセンスをまとめただけじゃなしにそれをもとにどうやったらああ成功するんだろうかっていう。あの ちょっとあのまひ、あ、っなりの指針というか考えなんかも書かれてますまああの例えば目標は紙に書くとか <laughs> あのそれも至ってシンプルなのかも分かりませんけども、えー、成功するためにあのみんなそれをやってるのかっていうところですね、えー、もう書かれております、えー、とにかく、えー、成功本に、えー、強い方なので <laughs> えまあお時間ない中こういう本で一気見読みしてもいかがでしょうか。ではまたす。